商品レビュー専門、東京ストアの提供です。冬になるとイルミネーション。周りがやってるから私もやろうかな。今回はこのツリーだけ、この出窓だけを飾ろうか。と思ってホームセンターに行くと、色々ややこしいんですよね。電源装置とか、防水用のケーブル、タイマーとか。なんかややこしいな。色々覚えることあるな。もちろん本格的なことをやるには覚えないといけない。でもちょっと出窓を照らしたい。ツリーを照らしたい。それだけのために面倒は嫌だ。その時におススめなのがこちらですね。 こういうボール状のイルミネーション。こちらですね。こうボールがぶら下がってますね。これもう見ればわかりますけど、これが光ります。ただこれコンセントとかついてないんですよね。この太陽電池のボックスがついてるだけ。太陽電池なんですよね。電源入れる。そう、つかない。でもこれを隠す。光りましたね。これ今点滅してますけど、スイッチを押すと常時点灯にできますね。点滅もできます。いい感じですよね。あの実際これつけてみました。もう設置簡単ですね。 ツリーに設置する場合、植木鉢だけでいいんですよね。もしこれが本格的なイルミネーションだったら、植木鉢を移動させるとき、一緒に電源ケーブルとか移動させないといけないんですよね。でもこれだったら、その必要はない。電源繋がってないわけですから。あ、ちょっと言い忘れてましたけど、こういう器具もついてます。この太陽電池の部分を取り付ける。そしてこれを植木に刺しとく。庭に刺しとく。そうするとちょうどよく設置できますね。鉢にこれを刺しとけば、もう鉢自体はコードレスになりますからね。 どこでも設置できる。あ、ちょっと庭の離れた部分にイルミネーションしたい。その時これいいですよ。そこまでの配線いらない。強いですよ。ちょっとお試しでイルミネーション、ライトアップしてみたい人。あ、ここだけちょっとワンポイント的に照らしたいな。光らしたいな。そういう人のおすすめですね。東京ストアのイルミネーションライト。ぜひ使ってみてください。商品デビュー専門でした。